先発完投が当たり前だった時代を経て、現在は先発、中継ぎ、抑えと投手の分業制がますます進んでいます。今回はリリーフ陣の勝利の方程式が注目された時代を見ていきます。投手陣は先発以外はリリーフと呼ばれ、その中で試合の最後を締めくくる投手が抑え、クローザーであり、それ以外の投手は中継ぎと呼ばれます。そしてその中継ぎの中で抑えにつなぐ投手がセットアッパーと呼ばれています。リリーフ投手の評価指標として抑え投手にはセーブという概念がありますが、中継ぎ投手にはその評価指標はありませんでした。しかし2005年にホールドという中継ぎ投手の評価指標が生まれると、徐々に中継ぎ陣の実力が数値化されていきます。偶然にもこの2005年からリリーフ陣の系統策である勝利の方程式が次々に誕生することになります。2005年、球史に革命を起こした勝利の方程式が阪神の JFK、ウィリアムス選手、藤川選手、久保田選手のそれぞれの頭文字を取ったこの愛称は語呂もよく一気に定着します。J のウィリアムス選手は左のサイドスローで、150キロを超えるストレートと切れ味鋭いスライダーが武器であり、阪神ファンが口を揃えてウィリアムスが打たれた記憶はないというほど圧倒的な投球でした。また、長い球史において1球投げるたびに画面から消えちゃうピッチャーはこの人だけでしょう。F の藤川選手は歴代最強と称されるストレートで相手打線を翻弄します。球速だけで比較すると藤川選手以上の投手はいますが、映像でも分かる通り尋常じゃない伸びを見せ、打者目線では浮き上がってくる感覚だったといいます。そして最後を締めるのは K の久保田選手。トルネード投法を彷彿とするフォームで157キロの速球を武器に粘り強いピッチングを披露します。そんな3人の2005年からの成績がこちら。登板数もさることながら防御率、奪三振で圧倒的な数字を残していることがわかります。特に注目したいのは2005年。この年阪神はリーグ優勝を果たしますが、先発の防御率は最下位でした。一方でリリーフ防御率は1位であり、いかに JFK 頼みのチームだったかがわかると思います。また6回時点でリードしていた試合の勝率は9割を超えており、当時野村監督は野球はいつから6イニング制になったのかと独特な言い回しで JFK を称賛しました。藤川選手の伝説の投球は2006年のオールスターです。俺の変化球なんか誰も見たくないでしょと言い放ち、パリーグの強打者カブレラ選手に対してボールの握り方を見せ、ストレート勝負を予告します。宣言通り全球直球勝負で三振に仕留めると、次の小笠原選手からも全球ストレートで三振を奪い、球場を沸かせました。2008年のオールスター、この年も全て直球で3人で切り抜けた藤川選手。それに感化されたのか、後続の久保田選手も負けじと全球ストレートの勝負を仕掛けますが、簡単に打ち崩され、最後はサヨナラ打を放たれ、ほろ苦い結果となります。しかしこのことがむしろ藤川選手のストレートという魔球がいかに突出していたかを物語っています。このように JFK はリリーフ陣の系統策に光を当てましたが、一方でリリーフ陣の酷使という問題点も露呈することになります。3選手とも登板数がかなり多く、特に2007年の久保田選手の90登板は歴代シーズン最多登板記録であり、これは超えてはいけない記録として今なお語られています。いずれにしろ勝利の方程式とリリーフの酷使という光と影の両面に注目された JFK がプロ野球に与えた影響は計り知れないものになったのです。JFK と時を同じくして、パリーグのロッテでは藤田選手、矢蓋選手、小林選手の YFK という方程式が脚光を浴びます。藤田選手は小柄ながら球威のあるストレートと鋭いスライダーでコーナーを突く左腕です。矢蓋選手は平均球速が150キロ超えのストレートを武器に、落差の大きいフォークで打者を切って取ります。そして抑えは小林選手、通称小浜さは、シュートとスライダーの横の変化球を駆使し試合を締めくくります。そんな YFK の2005年の成績がこちら。全員が安定した活躍を見せ、盤石のリリーフ陣だったことがわかります。この年のロッテは中継ぎ以外も投打ともに異次元の強さを誇っており、クライマックスシリーズを勝ち進み、 JFK 有する阪神と日本シリーズで相まみえることになります。シリーズ前は中継ぎ陣の駒が揃っている両軍の拮抗した戦いが予想されていましたが、いざ始まるとロッテ打線が JFK が登板する前に阪神先発陣を一方的に打ち込むという予想外の展開になり、これがかの有名な33対4という目を疑うスコアです。シリーズ前に阪神ファンから楽勝、負ける気せえへんという壮大な振りをご提供いただいたおかげもあり、この数字は今なお阪神いじりとして使われています。そんな YFK の中で特徴的だったのは小林選手。毎回必ずランナーを出しながらも何とか切り抜ける劇場型のタイプで、このハラハラの展開は小浜さナイトと称されていました。翌朝のスポーツニュースでは必ず二塁ランナーが映り込んでおり、また自身の登場曲にカトゥーンのリアルフェイスを使用し、この歌詞にはギリギリでいつも生きていたいからとのフレーズ
ズがあり、まさに自身の投球感を体現するかのような選曲を披露していました。そんな小林選手は抑え投手という仕事について、3点差なら2点取られてもいい、3人で終わらせることではなくて試合をひっくり返されないことが重要なんだときっぱり語っており、こういったメンタルが守護神に適していたと思われます。試合展開によっていつ出番が回ってくるかわからないリリーフ陣はブルペンで過ごす時間も多く、当時のロッテのブルペンには硬いベンチしかなかったため、生田選手はソファーを持ち込むなど環境づくりに努めたといいます。ブルペンの環境という点については、先発中継ぎ抑えを経験した上原氏は絶対に屋外に出すべきだと提言しています。その一つの理由に試合の雰囲気を自然と共有できるからという点を挙げています。現在屋外にブルペンがあるのは神宮とメットライフドームの2球場のみであり、こういった球場作りの投手への心理的な影響も考慮していくべきかもしれません。このように2005年はホールドの概念が生まれ、セリーグに JFK、 そしてパリーグに YFK が誕生するというリリーグ陣を語る上で重要な年になったのです。2008年最下位に沈んだホークスは2009年に秋山新監督を迎え、リリーフ陣のテコ入れをします。ルーキーであった摂津選手に長身のファルケンボーグ選手、そして真原選手への系統は SBM と呼ばれ、親会社のソフトバンクとかかった愛称が付けられます。摂津投手は趣味のダーツで鍛えたという抜群のコントロールとシンカーが特徴的な選手です。凛々しい顔立ちで口数も少なく、納得のいかない投球の時はお立ち台を拒否するなど武士道を貫くような男です。またどんなアイドルが始球式に来ようとも直立不動の姿勢から微動だにすることはなく、特に女優の石原さとみさんの投球ですら一切表情を変えない姿には摂津忠志という男の仕事の美学が伝わってくるようです。ファルケンボーグ選手は2メートルの長身からマックス158キロのストレートと140キロ台の高速スプリットを武器に相手打線に絶望を与えました。特にスプリットは雑誌で特集が組まれるほどの一級品であり、この雑誌を見た田中将大投手が見よう見まねで握り方を試して自身もスプリットを習得していったのは有名な話です。そんなファルケンボーグ選手、唯一欠点を挙げるとしたら練習嫌いという点で、あの1試合で帰国したペニー選手があんなに練習しないやつはダメだと苦言を呈するほど全く練習をしなかったようです。また歴代の名前が強そうな助っ人選手ランキングにも入っており、名前だけで威圧感があった投手とも言えるでしょう。そして最後は抑えの真原選手が150キロ超えの速球と落差のあるフォークで試合を締めくくるという系統です。真原選手はキャリアを通して怪我で苦しんだ経験から引退後に専門学校にもう一度通い直し、そこで国家資格を取得してトレーナーになるという独自の道を進んでいます。そんな3人の成績はこちら。圧倒的な数字の継投策で秋山監督の就任2年目に優勝をもたらしています。特に摂津投手は3年目から先発に転向になりますが、転向後も最多勝利を挙げるなど先発中継ぎ両方で成功した稀有な選手です。長いイニングを3失点程度で切り抜けたら合格の先発と、短いイニングだが失点は許されない中継ぎとではピッチャーのメンタルの持っていき方が違うとされています。そのため中継ぎでパッとしなくても先発で輝いたり、先発失格から中継ぎで実力を発揮するケースもあり、こういった投手の適材適所の面も面白いところです。ちなみに摂津選手は引退後に出演したテレビ番組で例の石原さとみさんの始球式の時の心境について問われており、そこで本当はドキドキしていたと当時の胸の内を明かしています。2004年中日は落合新監督を迎え、ここから8年間一度も B クラスに転落することはなく4度のリーグ制覇という黄金期を迎えます。この全盛期を支えたクローザーは岩瀬選手で、鉄腕の異名のもと通算400セーブという驚愕の成績を残します。そんな絶対的な守護神の決め球はスライダーですが、ストレートもかなり動いており、こちらも魔球だったと言われています。しかし本人だけは引退するまで自分のストレートは綺麗なまっすぐだと勘違いしていたようです。そんな落合政権の後半にはセットアッパーに浅尾選手が抜擢され、浅尾岩瀬ラインで試合を締めくくるという絶対的な方程式を完成させます。その実力は超一流であり、最速157キロのストレートと落差のあるフォークに、時には120キロ台のパームで緩急をつけ相手打線を翻弄します。2010年には72試合12勝47ホールドをマークし、最優秀中継ぎを獲得します。翌2011年は79試合45ホールドで防御率はなんと 0.41 と中継ぎで MVP を獲得するという偉業を達成します。この防御率は自身の背番号と同じ数字だったこともあり、プロ野球ファンの記憶に残ることになりました。しかし投球を重ねた方は限界に近づいており、翌年には怪我で離脱すること
ということになってしまいました。浅尾選手の投球フォームは手の振りがかなり速く、打者からするとタイミングが取りづらいというメリットもありますが、一方で落合監督などからはフォームを改善しないと怪我をするとそのリスクを指摘されていました。しかし浅尾選手はそれじゃあ長くできても圧倒的な投球はできないと怪我のリスクよりも一瞬の輝きの方を選びました。その結果2012年以降は怪我に悩まされる日々が続くことになりますが、キャリアの晩年はトレーナーになった真原選手の元を訪れ体のケアに努めていました。真原選手はトレーナーになった理由の一つに、アスリートにはアスリートにしかわからない感覚があると語っており、プロの第一線で戦った男同士にしか通じないものがあったのだと思います。浅尾選手は中継ぎの投球について連投に関しては疲れは感じなかったと言っていますが、試合展開によって何度も肩を作ることと回またぎの投球に関してはきつかったとコメントしており、中継ぎ投手の肉体的精神的な過酷さが伝わってきました。2012年の第2次原政権の巨人の中継ぎ陣がマシソン選手、山口選手、西村選手の3人で巨人の3連覇に大きく貢献します。もともとこの3人最初は特に名称は付けられていませんでしたが、2012年のシーズン途中、日刊スポーツがスコット鉄太郎でおなじみと誰も聞いたことがない愛称をしれっとニュースにぶっ込んできます。これはアニメトットコハム太郎をもじった愛称で、日刊スポーツはスポーツ報知ですら使わないこの名称をなぜか一人で使い続けることになります。マシソン選手は2012年に来日し、初っ端のキャンプで梶前選手の頭部に危険球を食らわしたことから期待外れではと心配されていましたが、シーズンが始まるとその評価は180度変わります。191センチの長身から放たれる最速160キロのストレートとスライダースプリットを武器に相手打線を手玉に取ります。練習熱心な真面目な人柄もあってすぐに信頼を獲得すると、山口選手と流動的に順番を変えながら巨人の方程式の一角を担いました。山口選手は巨人育成契約からの最高傑作と呼ばれており、スライダーチェンジアップを武器に安定感抜群の投球でチームを支えます。その鉄腕ぶりにも定評があり、2012年に史上初の5年連続60登板を達成すると、さらにそこから毎年今年が過去最高の仕上がりとまるでボジョレーヌーボーのような称賛を受け、最終的に9年連続で60登板を達成するという前人未到の熟成ぶりを見せました。そして抑えは巨人の歴代最高のシーズンセーブ記録を持つ球界切手のアニメオタクの西村選手になります。そんな3人の成績がこちら。2014年は若干成績が落ちますが、2012-13と圧巻の数字を残し、この時期の巨人は6回リード時には 95% の勝率を誇るなど、相手チームに付け入る隙を与えていませんでした。この方程式の印象深い起用は2013年のリーグ優勝を決める広島戦で、この試合原監督は9回をそれぞれがワンアウトずつ抑え、3人で締めくくるという粋な演出を図りました。そしてこの日本シリーズでなんとラジオでスコット鉄太郎の名前が使われ、初めて全国区にこの愛称が流れると日刊スポーツに歓喜の瞬間が訪れます。また2019年にはテレビ局が山口選手の下の名前を鉄太郎と第五色をかますなど、日刊スポーツが命名したこの素晴らしい愛称が至るところで爪痕を残す結果になりました。このスコ鉄の3人の中で特筆すべきは山口選手で、育成出身から中継ぎ投手で年俸 3.2 億円まで駆け上がるという中継ぎ陣に夢を与えた男です。現在中継ぎで年俸が1億円の大台に乗っている選手は宮西選手と香山選手の2人のみで、いかに当時の山口選手の評価が高かったかわかると思います。ということで今回は勝利の方程式を見ていきました。2018年末山口選手と浅尾選手の伝説のセットアッパーの対談が実現します。この対談では山口選手も浅尾選手も登板前にかなり緊張するタイプであり、両者毎回投げたくないとネガティブ思考だったことを打ち明けています。また浅尾選手は自分に負けがつく場面はいいが1点リードは本当に嫌だったと語っており、山口選手は打たれた時は新聞に載るが抑えた時は乗らないというじれったさを語っています。最後に生まれ変わってもセットアッパーかと問われると、2人とも即座に野手になりたいと答え、さよならホームランとかかっこいいと答えている姿を見ると中継ぎ投手の心理的な負担の大きさが垣間見えるようでした。それではまた。